わしやがなマフィア梶田です。わしやがな中村一です。はい、はい、お願いします。今日は提供案件をもらいましたよ。なんだい。はい、今回はエクスノアさんのジュエルプリンセスリンカーネーションを紹介していきたいと思います。なんとエクスノアさんはですね、ブルーリフレクション3以来約3ヶ月ぶり。結構早い早いペースで提供ありがとうございます。気に入っていただけるので、はい、わしらのこと忘れられなかったんですね。そうだね、わしらの味が味わいが、うん、うちのスープはうちにしか出せないんでね、うん、あとはゲストも濃かったからねなかなかね、珍しく人間でしたね。そうだね、うん、楽しくやりましたけども。で今回ですね、PC 版がすでに出ているタイトルのスマホ版を取り扱っていきたいと思います。あ、そうなんだ。はい、ではまず簡単にタイトルについて紹介しましょう、はい、こちらです。プレイヤーはローデリアという世界を救うために救世主となって宝石姫たちと共に戦います、うん、SD キャラが動き回る 3D バトルではチームを編成して強敵に挑みましょう、はい、ということで、登場する宝石姫は総勢で約100名。魅力的なキャラクターたちを仲間にして様々な交流を深めることができます。様々な交流を深めてください。梶田さん、僕はもうあの CV でいろいろ気づくことが、おお、あ、レジェンドがマジで、レジェンドがいるんですよレジェンドがね、いるんですよ。レジェンドが混じってますね。僕はもうその段階で気づきました。と、はい、いうことです、はい、つまりは、まあ、様々な交流の、もっと様々な交流をしたい人は、ね、PC 版を遊んでね。 PC 版だとより楽しめるけど、うん、スマホ版でまずはこう、うん、いつもプレイできると、うんうん、いうことですね。多分連動してますよね。連動できますよね。連動してますね。そう、うん、連動してるからスマホで遊んで、あ、もっと交流したいと思ったら PC の方に行きゃいい、うんうん、誰も見てない場所でね。そういうこと、そういうこと、はい、フィールドの探索や攻略、 PVB イベントなどバトルのやり込み要素も盛りだくさん、うん、豊富なコンテンツを楽しもうということですが、はい、さらにプレイしていない間も宝石姫たちが勝手に戦って経験値やお宝をゲットしてくれます。放置時間も頑張る宝石姫を見守りましょう。ありがたいね。時間がない中だと助かるんだ。放置ゲーって俺やったことないんだよね、うん、そうなんだ。そうなんだ。だからちょっとここで勉強してきます今日。まあ置いとくだけでも勝手にある程度進めてくれる要素があるっていうのは助かりますよ、うん、やっぱゲーマー的にはね、うんうん。では早速ゲームをプレイしていきたいんですが、今回ゲームのリリース前に収録してますので、うん、パソコンで開発環境のゲームをちょっと待ってね、 PC 版がすでに出てるものの、うん、スマホタイトルのを開発の PC でやる、うんうん、そういうことだから皆さん PC 版をやってるわけじゃないですからね。 PC 版我々はね、 PC 版の方は皆さんで方で限定解除していただいていや、なんかちゃんと言わないとさ、うん、じゃあ結局 PC 版をやってんじゃないってなると思うんだ。これ開発なんですよ、PC 版ではないんだ。実はね、だから、まあ、スマホの方がまあ動いてるだけということですね。そういうことですね。説明しないとややこしいから、ちょっとこれややこしい案件だなと思って やってみましょう。はい、はい、やってみましょうか。じゃあまずこちらですね。これがホーム画面になるけど、うん、だから新鮮なのよ。ホーム画面なのにずっと戦ってるからさ。本当ですね。ずっと稼いでくれてますね。さて、少し運動するとしよう。あら、左の子の動きは可愛い。これずっと見てればいいの？うん。まあ要は放置ゲーってのはこうやって、待機中にもずっと戦闘を行って、うん、まあ、うん、いろいろなものを取得したりしてるってことだよね。そうですね。で、なんかこのスタッフ、これ何？いいあ、これを触ればいいんだ。あ、これがそのオートバトルをしてる間のもの。溜まってた報酬っすね。これ24時間やったんだ。これ受け取れるって今。相手に取って。はあ、そういう風になってんだ。受け取ってきます。じゃあ、拒否る人はもう絡まない。ああ、高橋減ったわ。なるほど、ビジュアル的にも分かるんだな。へえ。あ、こういう感じなんだ。はあ。一体倒したらちょっと見ていい？うん。倒すたびにお金とかチャリチャリ入っていくんだよ。あ、一体だとこれぐらいなんだ。なるほどね。5日間クエスト行ってみましょうか。あ、最終的にここになると、はいはいはい、もらえるっていうことね。最終的に彼女が取得可能ですよという。アズライト、うん、宝石ならね、主人公と同じ名前ですね。ちょっとやめてもらっていいですか。ちょっとやめてもらっていいですか。まあだからミッションだよねこれね、うん、1日目。そうですね。なるほどなるほど。 SS、うん、ゲームちゃんとやっていけば全部達成できるようになっていると、うんうんうん、まあもらっときたいですよね。この一人とフレンドになるがみんな厳しいかもしれないですよ
最近はでも SNS とかでポッと貼っときゃなんとか、まあまあ、ポッとくれのなゲーム内でもなれるからな。なるなる、うん、昔は大変だったもんな。昔大変だった、無理やりやらせたもんな、うん、ちょっとこれ欲しいから、この報酬欲しいから、お前ゲーム始めてよって、ね、じゃあ次宝石姫の一覧見てみますか。一覧見てみようか、うん、まあこれが要は目玉になるよね、キャラクターはね。推し探しましょう。推し、俺らの推し、え、めっちゃいるけど、すでにめちゃめちゃいる。開発機なのだからというところでめちゃめちゃいるで。これはじゃあどれか相当機能はありますか。あのおっぱい大きい順とか。そんな相当ねえだろ。相当はないわ。じゃあ今後実装お願いします。ここに、はい、ここに入れるの、おっぱいが大きい。もう何、今の世に思いっきり拳を振り上げていこうという。こうだぞ、こうだぞ。怖いわもう。なおさん誕生石なんですか。2月ってなんだっけ。なんかね、結構安い石だった気がする。俺確かなんかトルコ石ってだった気がする。あれなん、トルコ石ちゃんいる、うん、トルコ石って呼び方自体が違うのか。もうアメジストですって。アメジストさっきいなかった。アメジストいない。10月はオパールトルマリン。んー、これすごいね。こんなに石の名前ってあんの。本当ですね。もうさっき、クリプスって、ちょっと待って、さっき石の名前じゃなかった気がするけどな。ほら、ゼクス。ノインデクス。ほら。あ、人工。へえ。ちょっと特殊カテゴリーな感じなんですね。ジルコニアみたいな。あ、そんな感じ。うん。はい、ほら、ね、アインスバイ。これはあの新作のリンカーネーションで追加されている勢力。へえ。ヘマタイト、セレナイト、アナテス。みんな結構豊満ですね。うん。まあやっぱ。はい、ほー、フォーマンなのが売りなんですな。バージョンがあるんで。素敵な人見されていますね。たまに来て突然これエンジェライト、力を持ってる人々のため、共に一生懸命頑張りましょう。うん、マニアックだからね。あの人別バージョン前提に話してるから。いや、信頼できるスケベですよ。確かに、まあ、信頼できるスケベ。そうだ、嘘がないもんな。うん、嘘がない。確かに、それは大事よ。ああ、いっぱい、まあ、バリエーション豊かだわ。ウォーターメロンがいる。ウォーターメロン、スイカ？スイカがいるで。え、これは宝石ですか？石の名前。石の名前。へえ。まあ、勉強になるね。うん。これは勉強になるわ。忍び石。やっぱ忍びだから。これちょっと待って、これあれ？これオークと戦ったりするやつじゃないのこれ。忍び、やっぱり忍びなんで。忍びか、これ前に広告剥がされたからちょっといい思い気をつけないと。ああ、続きはお前らおまけで見ろって言われた。はい、うん、続いては、宝石庭園行ってみますか。箱庭要素でフレンドの宝石姫も訪れてくれるんですって。ここが、おお、これだ。ああ、なるほど。あれフレンドか。ああ、いかにもデバッグな名前のフレンドが集まってるわ。そうね、はい、うん、開発ネームみたいなんでいるね。ああ、撮影ができる画角をね、いろいろと。え、ちょっと、え、追っ始めたよ。え、フレンド同士が、お、今なんかハードが出てたね。うわ、びっくりした。突然、人ん家で追っ始めんなよ。追っ始めるとは、ね、うん、はい。サムネイルにプレートとの交流に使っていただくという。へー、あ、追従もある。はい、へー、あ、かわいい。条件クリアするとキャラクターごとのフロアを持つこともできる。はい、部屋移動っていうのがこれか。はい、でその1階のところに今セットさせていただいて、それを選んでいただいて、編集をしていただければ、もうまさにそのこのダイヤモンドちゃんの部屋を設定できてっていう、あ、置いてる株でダイヤモンドを強化できる。あ、これが影響あるんですね、ちゃんとゲームに。リアリティも家具にもありまして、あ、会議室でも作る気ですか、長尾さん。作れそうな並んで、いやいや、最初から並んでたから。あ、本当だ、こういうことだ。お、フルブライト設置すると攻撃力 2% 上昇とか、うん、バフがつくんだね。おお、じゃあ結構ちゃんと大事な、ゲーム的に大事な要素なんだ。すっごい、奥の子胸ずんずん揺れてないのに、手前の子はブルン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 ですよ。ね、ダイヤモンドちゃんのどんだけ柔らかく設定してあるんだこれ。エンジン。こだわりみたいな。こだわってますね。
もう無理す。口が出せないんだ。口出したら怒るよデザイナー。そうなんだ。職人の仕事に口出しすんじゃねえってぶち切る。うん、ああ揺れてる揺れてる。あ、つつましやかに一応揺れてるわ。いい仕事するな。ああ可愛い可愛い可愛い。なんかここ二人で何か始めてる。なんかなんだろう。はい。何か知ってる。やっぱりアクションとか、あーなるほどなるほど、はい、そこも多分、うん、ベッドだったりとかもあって寝転がる子もいますし、じゃあ続いてはですね、はい、ストーリーはですね何度でも確認ができるっていう話で、うん、メインシナリオのゼロ章のプロローグ、うん、プロローグ見てみますか。どんな話かな。これは未来それとも過去の記憶、今の光景は一体何だ。主人公してるかな、ね、主人公誰なんだろうね。そうそうね、本当だね。主人公誰なんですかね。これ救世主様だ。あなたはジュエルプリンセスと絆を、あ、プレイヤーも別存在だ、ね、おへそが気になる、名前をお告げくださいですか。気になりますね。そうですね。この子は誰ちゃんだ。この星はいずれ滅びへと向かう。この子も宝石なんですか。大聖霊の写にたるマスター様しかおりません。この滅びの運命を退け、ローデリオ。勇者だ勇者だ、うん。もう俺に頼っちゃうしかないんだよ。そういうこと。結局終わったわ。終わり。こっからでしょうかよ。本当にプロローグだったね。なんだ。まあ実際の内容はね、皆さん自身確かめていただくとして。ここですね、こんな企画をご用意いただきました。はい、題して、そのまま、わしゃかなチャレンジ、はい、パフーパフー。今からプレイしていただく探索をクリアしたら、ノーマルガチャチケット10枚をユーザー全員にプレゼントしちゃいまーす。ありがたいですね。クリアしないとくれないんだ。そう。でもうち発信でね、言い換えると。配れるわけですよ、チケットをね。じゃあ、頑張らないとダメだ。やっていきましょう。はい、特別探索でいくということでね、はい、こちらですね、うん、もう挑戦するよ。じゃあ挑戦してもらいましょう。魔法少女なんだ。あ、こうやっていく。あ、マップが明らかになっていく、ね、これ敵、ましょう。普段はでも戦闘とか放置するわけじゃない。まあ。そうなんです。放置ゲーって意外と。そうですよね。なんかそんな気がしたんだ俺の勘で。属性有利で集めていきましょう。でも可愛い子がいいよね。うん、好みで好みで選んできた。これはど、君はどんな子なんだい。うーん、おじさんに聞かせてごらん。何を聞くの。君もいいね。どっから来たの。いや、君も呼んじゃおうか。戦闘しよう。すごい勢いで。お、俺2倍速になってる。2倍速だね。もう余裕よ。おお、でっかいな。あ、でっかいね。でっかいな。えらいこっちゃで。本当にでっかい盾ですね。ああ、あ、なるほどなるほど。そのダンジョン中で、なるほどに、なるほどね。でもこれ勢力決まってるからね、はい、これブレイザーノクターンで決まってるから、うん、こっちですかね。シンプルで分かりやすいですね。 25% 短縮だから。これ奥にいる子敵味方、助けてくれてありがとう。おう、リッチオフィライト。
もうすぐ惚れてくれるわ。ちょろいわ。いやこういう世界だったらな。こういう世界だったらどんなにいいか。俺も救世主になりてえ。本当だよ。こんな横島な気持ちになったらダメですかね。救世主。いいんじゃない。救世主だって人間だよ。そうだよ。倒すしかねえ。自動生成って機能もありますね。どんくらい働くのかちょっとやってみましょうよ。攻撃力重視で。属性は属性無視するんだ、なるほどね。じゃあリセットしよう。やっぱ属性合わせにした方がいいっすよね。うん。分かってる分かってる。花子さん分かってる。お前のために入れたんだろ。感謝感激。あやばいやばい。おーい。なんか一箇所すごいやられてなかった。あれ結構強くない？強かったね。うん。かわいい。主様。あらら。主様だよ。僕が主様さ。怖い。お全部 SR。あーなるほどね。なるほどね。どうしようかな。これかこれだと踏んでんだよね。俺もそう思います。SP ってなんだ？あーじゃあこれにしよう。真ん中ですね。ああ君はどうなんだい。うん、あれ魔性は説得できるのか、気をつけてねって、あこれで通路が通るのか。なるほど。ハクスラっぽいね。そうですね。まあ途中で手に入れていくバフはちょっとローグライクっぽいっす。うん確かに、うん、あこの先がもっと強くなるのかな。でも敵のレベルほら250とかあるでしょ。高いっすね。こっち240だからやっぱ強いんだね。うん。で今属性が、これです、ね、これ相手か。これ相手だとこっちですか。ああじゃあ全体に対して等倍ですか。じゃあ誰使ってもいい、ね、自動編集でもいいっす。おいけるかな。あ、でも、そうね。いけそう。圧倒的に強いね。強いね、こっち。うん、あ、やばい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 。あら、二人沈んだ。敵の技だね。強いな。あおー、やばくない？やばい。2対2になってた。よ、あ、ギリ勝てるの。いや、1対1、タイマン。いけるかタイマンバトル。うわぁこれサウザンドウォーズ入ってんじゃないの。本当ですね。千日主に向こうも回復してこっちも回復するんだよ。千日主になりつつどっちが先に力尽きるかですね。あ時間があるね。本当だ残り10秒だ。これ時間切れだ。これ時間切れ負けか。なんてこった。今のはチャレンジ失敗という判定ではなく、大丈夫です。大丈夫だけどってやつ。再挑戦含みでいいんですね。なるほど。次真剣に。もう残り1体ですけど。真剣にって言われても、まあここの勢力はちょっと。自動編でもいいよ。攻撃力かな。これでいく？いけんじゃないですか？まあ、一体だもんね。ねえ。よっしゃ、倒した。もう終わりですね。強えな。えらいこっちゃで、これ。本当ですね。スカートの用をなしてない。まあ、魔装は全体に適用されますけど。そうね。ゼファージェン行きますか。私行きます、うん、ボスもうちょいっぽいよね。もうちょいでボスっぽいですけどね。これは先に話しかけられるのか今度。でもこれあこれさお宝、要はクリアに必須じゃないから強いんじゃねえの。強そう。275200。いけるかな。行ってみましょうよ。いける。倒せんじゃねえ。俺のこのパーティーなら
なんかあのつつましやかパーティー奥本だけど不可能だな。うん、俺が見た感じ9割近い放満率。ちょっとこれティーマニンっぽいの入れとくの。ティーマニン入れる。うわ後ろにも偉いこっちが。おーわよし、ちょっとクーパー人体が心配になる。なんか味方を放りしてない。うん、大丈夫大丈夫。なんか味方側に撃ってるように見ましたね。撃ってたね。うわすごい、お強い。え、あってまいじゃん。余裕やん。クソザコだな。すぐ生きる救世主様。やった UR だ。あ、うん、UR ですもんね。戦闘で勝利するたびはもう薄くそうだよね、効果。そうですね。そうですよね。最初に取れないと。ああ。ボスだって。おお、来たぞ。どんなやつだろうな、ボス。今戦ったやつは強いですかね。あ、混合だ。おお。なるほど。生き返る。実質7体みたいな感じだね、雰囲気的には。なるほど。これ何の属性でいけばいいんだろうね。うん、混合だな。はあ。じゃあこうして、よし、人気キャラを選んだらしいですよ。へえ。型いけ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 、圧倒的有利。うーん、気持ちいい。あ、行ったんじゃない。行きましたね。なかなかの成果だ。お見事。余裕だな。まあそうですね、一回負けてるけど。え、カットしたよ。カットした。勝手にカットを決めてる。UR これゲットしてもでもおしまいだもんな。そうなんだよね。はい、これでクリアしたと、はい、ということで、ね、おめでとうございます。はい、おめでとうございます。さあそんなわけでね、うん、ゲームプレイさせてもらいましてチャレンジも成功しました。最後にジュエルプリンセスリンカーネーションからお知らせでございます。はい、リリース記念 SSR 確定ガチャを開催します。うん、SSR 宝石姫が1体確定。続いてこちらです。好きな宝石姫を選択できるキープガチャが開催されます。毎日最高50回ガチャを回して宝石姫を3体キープすることができます。詳細はゲーム内のお知らせを確認してください。この3体確定かのキープさせる機能ってすごく助かるんですよね。うんうんうん、何回でも引いて、そうだよ、ね、固めて固めて固めてだから、ただこれ時間使うんだよな。じっくりじっくりやらば。そう、厳選するからな。そして最後にプレゼントのお知らせです。今から発表するキーワードをゲーム内で入力するとジェム500個がもらえるそうです。うん、なんかキーワードはね、我々2人が決めていいそうですよ。決めていいんだ。どうしましょうね、中さん、これ。ちょ、まあ普通に、わしゃがなとかじゃない。16文字以内がわしゃがなじゃない。わしゃがなが入るな。わしゃがな。でもわしゃがなだけだと簡単に来るかもしれないから。そうですね。わしゃがな、数字入れますか。数字もいいよ。わしゃがな、突破されにくいためにね。わしゃがな、ランダムな数字を。わしゃがな0721にしましょう。どういう意味？うん、俺たちの誕生日です。ああ。うん。本当に？この場にいないから嘘つきました。じゃあ、俺たちの誕生日ということで、わしゃがな0721で。わしゃがな0721で。はい。行きたいと思います。もちろんこれね、スマホ版でも PC 版でもどっちも受け取れるわけですよ、ね。はい。うん。ということで、キーワードはわしゃがな0721です。受け取り期間6月30日までぜひゲットしてください。はい。お知らせは以上です。はい、ありがとうございます。さあ、直さん、いかがでしたか？お手紙は。そうだね、今探索のをやらせてもらったじゃない、うんうん、だからその放置、まあ、基本的に普段は放置でやるのは分かるけど、うん、ああいう風に少し、うん、こうまあ
どっちかというと結局戦闘中操作することはないから、まあ、戦略というか、うん、敵と の, その相性の組み合わせとかをいろいろ考えながらとか、あとキャラクター宝石姫自体は俺らは軽く見た目だけをパッと見せてもらったけど、うん、どうすね、やっぱり使える能力とかの差が当然あるわけだからさ、その辺をいろいろと理解しながらいくっていう、だからなんかデータの詰め将棋に近い感じなんだね。そうですね、編成とか考えても、うんうん、いろいろそのなんだろう、腕でどうこうっていうよりは、うん、もうどっちかというと数字でしっかりやっていく感じなんだなっていうのは分かりましたよ、うん、まあ、個人的には宝石姫ビジュアルだけでなくストーリー中でどんなパーソナリティを見せてくれるのかってところに注目したいですね、うん、やっぱりそこで好きになれるかどうかって大きく響いてくるんで、各キャラクターをね、そう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 、君はどれくらい僕のことが好きなのかなっていう面接をしないといけない。もうありきのね、ありきの感じのね、もうこっちのことが好きなのは前提、うん、でどういうとこが好きっていう面接をやりたい。ちっしょいなおっさん。こんなおっさん嫌だな、救世主だったら。そうだよね、ということでね、今日の動画は以上です。ジュエルプリンセス、はい、リインカーネーション気になった方ぜひプレイしてみてください。はい、チャンネル登録、ツイッターのフォローお願いします。高評価、メンバーシップもよろしくね。はい。